さてまあ今回のラグナルクの日常なんだけど、今回はねちょっとね趣向を変えるっていうかね、あの作業がね長くなりそうで、でその分ね時間も伸びそうなんだよね。うん、なんか日常なのにこんなにっていう、あーやべ、前回からあれか、前回のなんかおかしくなってるってやつからデイノニクス連れっぱなしだったわ。まあいやいや、とりあえずね、まあ時間がね結構ね、まあ、伸びそうというかね長くなりそうって感じで、あのっていうのもね、ちょっと、まあ、建材見てもらえば分かるんだけど、それなりのねでかいものをちょっとやろうと思うんですよ。あーやべ、さすがに重いか、じゃあ半分でいいや。まあとりあえずそれなりにでかいものをちょっとやろうかなと思ってて、だからね今回長いんだよね、日常にいつもの日常に比べると。だからカットとか、あとは何、その倍速とか、もしかしたら対応するかもしれない。ちょっと待って、ここだとあれか、場所が悪いわ。んだからまあまあちょっとこれから作業始めるからどういう風になるかっていうのが分かんないんだけど、まあなんか最悪そのカットだとか倍率じゃねえや、倍速だとかを多用して、なんかいつもの本編映像とあんま変わんないみたいな感じになるかもしんない、もしかしたらね。うん、だからもしそうなったら、てかもしそうなったら俺まさか日常で上げないかもしんない、もしかしたら。なんか普通にあの本編映像として上げちゃうかもしんないけど、まあまあそこら辺はちょっと分かんない。うん、完成してみて自分で編集してみて、ああこれはまあ日常だなとか、ああこれはもう普通に なんていうの、もう本編でいいかなっていう、まあそれは自分でちょっとやってみて調べますわ。はい、でまあ今これ何してんのって話なんだけど、まあ今階段でちょっとね、まあこっからさ、こうつなぎ、こっからちょっとつながる部分もあるんだけど、こっからつなげるのちょっと不格好だから、ここにちょっと階段一回作ってだな、ここに土台のねなんか判定をちょっと入れようかなと思って。待った、これ拾おうぜ。ちょっと待った、これ1個でいいよ、これ1個でいいよ。はい、まあじゃあまあとりあえず、ここにね土台を置いて、こっからまあバン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 伸ばしていくって感じかな。うん、まあこの高さだったら、あ、オッケーやっぱりそう、ここだけさほら微妙、こっから微妙にちょっと深くなっていってるから、まあここからさちょっと土台が置けるかなっていうのが不安だったんだけど、まあ普通に置けるね。よし、じゃあ、とりあえずまあどのぐらいの広さですかな。で1、2の3の4の5の、6、7、8、9でいくか、とりあえず。まあとりあえずね。よし、じゃああとはちょっとここからずん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 埋めていく感じになるんで。いや待てよ、縦も一応あれか、大きさ少し指針決めておくか。縦どうしようかな。ちょっとね、土地を作りたいんだよね、土地を。うん。いろんな建築ができる土地を作りたいのよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15にしとくか、とりあえず。あのパラサロロフス囲えるぐらいにしとくか。あ、やべえ、ちょっと待った、あれか、見えねえ、こっか、そうか、横幅が見えねえよ。早速なんか歩いてるしな、お前。ちょっと一回2個ぐらい取っときゃいいだろう。待てよ、1、2の3の4の5の6の7の8の9だろ、だからこっからか。しかしさ、ラグナルクさ、あれだね、もうなんか本当慣れてるせいか、ずいぶん進みが早いなって思うわ。あ、もうなくなったわ。早っ。何個俺持ってった？ 40 何個だろう？ 40 何個の土台が、もうあっという間か。いやー、でもなんか思ったよりなんか早く終わりそうだな、今日やろうとしてる作業。まあ、わかんねえけどな、まだ。本当にわかんない。40何個の土台かも一瞬で終わったか。まあいいや、これはいいや、後でで。いやー、しかしさ、あれなんだよね。ちょっと、ラグナロクさ、モッド入れてるくせにモッドさんの生物が全然テームできてねえなっていう。まだいっぱいいるんだよ、モッドさんの生物。うん、ただ、なんか、合わないんだよ、全然。全然合わなくてさ、探してるんだよ、これでも結構。これでも探してて、あ、なんかモッドさんの生物早くテームしてえなと思ってんだけど、あの、海にもいねえわ、陸にもいねえわってか、まあ、ブラキオサウルスいるんだけどさ、ブラキオサウルスなんかテームクソむずいよって言われてっから、ああ、それこそそれなりの入念な準備をちょっと必要かなと思って。だからね、ちょっとしばらくはね、本当にマジで普通のラグナルクをやるかなって感じになると思う。うん。
え、大丈夫今。カッチリした？カッチリしてないか。なんか普通のラグナロクになっちまいそうだなって思ってる。うん。まあ、俺はそれですごい楽しいんだけどね、別に。まあ、もともとここに入れてるモッドなんて、アンナギジネシスみたいにゲームバランスぶち壊すような、なんかそういうモッドじゃないからさ。なんかもう純粋に、まあ、こんな生物いてもいいよね、みたいな普通のノーマルな生物が、まあ、いるだけだから、そこまでなんか、差異はないんだけどね。いや、でもまあ、あれか、宝珠のためだけはちょっと許すな。あれは、あれだけは許せねえ。で、マジで、やべえ。100何個もあったっけ、忘れたけど、なんか90何個用意してた土台が一瞬でなくなったわ。オッケー、じゃああれだな、ここからまたあの素材を集めて、いや素材集めてじゃねえわ。まあある程度備蓄あるから、今ここからまあ土台作ってるところからやるから、ちょっとここはじゃあカットすっか。ああ、ここはカットしよう。いつもだったらこの辺垂れ流しにしてんだけど、この辺のところまでググって映しちゃったりしてる、するともうマジで時間かかるから。うん。まあ、だらだらやるっていうのが日常だから、なんかあんまりかっちりやりすぎると、結局本編じゃねえか、それってなっちゃうのが、それがちょっと悩みどころではあるけれども、まあまあまあ、まあたまにはね。そういえばさ、散歩動画とか撮ってねえな、全然。散歩の動画。なんか、ここ一番、よし、のんびりしようっていうタイミングが全然来ねえ。ぶっちゃけた話さ、レジーナと一緒にさ、なんか砂漠の方まで行ってクレートあさったりとかデスワームぶち殺しに行ったりしてもいいんだけどね。てかあれなんだよな、デスワームさ、俺、第一シーズンの時にぶっ殺した時はあれなんだよな、その、ケーニヒ、まあ、ティラノサウルスでしか倒してねえから、そういえばスピノサウルスで倒すってどうなんだろうって思って。ティラノはほれ、肉弾戦に強い有り余る体力があるけどさ、スピノサウルスは耐久が低いじゃない。ティラノよりも。でもあれじゃん、攻撃力はまあ、攻撃力っていうか DPS とかは多分まあスピノサウルス、今のレジーナの方がでかいのかな、ケイニヒより。どうだか分かんないけど、だからケイニヒを使ってた時ってシングルプレイヤー補正かかってた時だったからね。今切ってっから、それの分でもちょっと差異が出るかもしんないけど、まあどうなるかね。でもやってみたいよね、一回。それをちょっとやりたい、俺は。まああと順次もう洞窟攻略してってもいいよね。ぶっちゃけラグナルクの洞窟なんてさ、なんか砂漠と凍土の洞窟のぞきはぬるいじゃん、基本的には。うん。あとはアスレチックみたいな洞窟ばっかりだからさ、基本的にはぬるいから、まあ、あとはあれか、海底洞窟っていうか、あれは海底だけ、ただの海底か。ただの海底ってか、バシロサウルステイムしたいんだよね、俺、バシロサウルス早く。うん。まあ、あれ、そのためにはまず、いけす拡張しなきゃいけないけれども、きっちきちだからさ、今。これでまたシャチとか育っちゃったりしたらさ、またはさらにキッチキチだからよ。うーわ、マジやば。まださ、あれで土台完成してねえのにさ、動画外で、実はここに満帆に石と木と藁を溜め込んでたのよ。もうなくなったわ。まあ、藁はあるけどさ。まだ藁はあるけど、もう石ねえわ。はあ。すっげえ、もうどうしようかなって思うんだけどさ、もう俺な、極力転送に耐えたくないなと思ってるのよ、極力アークを。なんかその、他のマップで進んでる分のところを、他のマップでなんか補おうかななんて風なのは、なんか違うかなっていう。なんか、それぞれのマップはそれぞれのマップで一からやった方が、やるのがまあそれが一番楽しいだろうっていう風になんとなく思ってたんだけど、最近になってさ、ちょっとその考えどうしようかなと思って、まあ、エクスティンクションでさ、素材が余りまくってんだわ、今。その、もう金庫パンパンになるくらい石と木とさ、藁詰まってんのよ。でさ、使わねえじゃん、エクスティンクションでもう石と木なんかほぼ。ほぼ使わねえもん。ガチャに食わすのだってさ、ガチャだってあれだもん。今食ってんの、繊維だからさ、ガチャも食わないし、うん、しかも土台足りないし、だからさ、もうマジさ、今悩み中だよね、本当に。てか、あれか、もうちょっと広げるか、なんかせっかくだから。なんかせっかくさ、ここ、うん、いい具合に平らなんだから、もうちょっと広げてもいいかもしんねえな。まあ、とりあえず土台作るか。はい、OK。じゃあ、こっから多分、カットしてる。ああ、こっからはカットだな。はい、また石ちょっと貯めたんだけどさ、俺さ、今気づいたんだけどさ、俺、バカかよって。これ、敷き詰める必要ねえよ。
これ、まあ、なんでって話なんだけど、あの俺が何をやろうとしてるかっていうとさ、あのこれ橋あんじゃん、橋で、この橋さ、どうやって作ったっていうのを知ってる人だったら分かると思うんだけど、まずさ下に土台を敷いて、でそこに壁立てて、両側にね壁立てて、でその上に天井をポンと乗せたっていう、そういうやつじゃないね、みんな見てる人だったらご存知だと思うんだけど、俺それの、まあ、土台板、要するにこの橋を 横と縦にもっとブワーって広げた、いや縦じゃねえな、横だけだな、横にブワーっと広げたやつを作ろうとしたのよ。なんで敷き詰めちゃった俺、バカかよ俺マジで、本当に敷き詰める必要ないわこれ。だってどうせここ壁で隠せるんだからさ、あれじゃん、等間隔でファンデーション設置してきゃいいだけの話じゃん、これ全部崩しだ崩しだ。要するに、まあ一マス、まあちょっとまたファンデーションがさ消えるバグとかありそうだからさ、ちょっとそこら辺はシビアにやるけど、まあ一マス一マス開けとくぐらいでさ、ええやん。なんで俺これやっちゃった、もう全部かい、もう全部あれだよ、もうちょっと素材もったいないから、ちょっと隙間残しの解体ですわ、ここから。でさ、さっきのさ、あのなんだっけ、転送云々の話に戻るんだけど、その転送さ、まあ若干解禁しようかなと思って、うん、まあのね、なんだろう、あんまやりすぎるとこと、まあぬるゲーっていうか、ぬるゲーっていうか、まあ悪にぬるゲーもクソもないけどさ、あんまり、なんかちょっとなんか素材集めの楽しみとかがなくなるから、それはつまんないなって感はあるけど、まあ多少はちょっと解禁しようかなっていう風に今考えてる。まあ素材送るっていうか、まあ現に今ね、なんか送ってきてはいるけどね、エクスティンクションで余ったやつ、ほらアンナギジェネスとかにさ、あのマッシュルーム送ったりとかしてるけどさ、あとクライアポットとか、なんかうん、これからさバルゲロでもさ結構さ、いろいろ建築する予定だからさ、その時にさ、まあ、バルゲロだけで解決させるかっていう、まあ解決してもいいんだけどさ、そう、なんかどうせエクスティンクションでさ素材がさ金庫の中で腐ってんだったら、じゃあそれ使った方がよくねみたいな風なちょっと風潮出てきてんだよね俺の中で。うん、あーねー、どうしようかなって思ってる。うん、そのなんか これ、まあ、ここら辺ちょっとこだわりたいなっていうか、まああんまそのなんか今まで頼らなかったから、これからもちょっと頼らずにちょっとやりてえなみたいな風なのもありつつも、そろそろちょっと手広くなってきたし、あと素材ももったいねえから、結局集めたのにさ使わねえなんて結局もったいねえから、まあやっぱ使うかみたいなとこがあったりだとか、結構今葛藤に揺れてるそこら辺が。いやー、しかしな、ほんと難しいね、難しい問題だ。どこまで自分 に妥協を許すかなんだよな、ほんと。ちなみに、あのラグナロクではクライオポットは使いません、多分。クライオポット、多分ね、あのブリーディングでも使わないかなっていう。まあクライオポット使えばブリーディングクソ楽じゃん、基本的に。たださ、あの普通のブリーディングもちょっと楽しみたいんだよね、うん、だからこれちゃんとあのブリーディングするときはなんかその各種キブルをしっかり用意して、まあいろんな料理を用意して、まあ、もう霜降り肉だとか大トロ、焼き大トロだとかもちゃんと用意しておいて、その上で臨むみたいなのもちょっとやってみたい感はあるんだよね、うん。まあ、他のマップは知らんよ、他のマップは知らんけど、ラグナロクでやる分にはちょっとそれをやりたいな感がある自分の中で。よし、じゃあまあこんなところかな、とりあえず。まあファンデーション引き詰めてあるから、とりあえずこれで大丈夫だと思うけど、またバグでさ土台設置してくださいとか言われたらもうマジ知らんぞ本当に。まあいいや、じゃあ一回この荷物とか全部置いていきますか、行きますか、先にあっちにしまうかこれ。でもなんかあれだな、案外なんかいつもの日常っぽくなってんな、なんか取るに足らない話すら何にも思い浮かばず、もうひたすらなんかあの土台を敷き詰める様子を倍速でタタ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 って言ってなんかやるかなと思ったら、意外と俺話弾むの弾んでねえわ、弾むわじゃねえわ、ちょっとマジバルゲルで早く奴隷で来るステームしねえとマジやばいぞこれ本当に。うん、あてかそうだからさ、あのもうエクスティンクションの方は拠点を広げる予定はないのよ、ぶっちゃけた話、もうそんなでかく。ただラグナルクに関してはまだまだガーッと広げるからさ、じゃあもう余ってるやつ使おうかなっていうね、
のもあるんだよね。なんかなんだろうな、そんな甘え、そんな甘えっていうか、なんかせっかくだし、あのそれぞれのマップで完結したいっていう思いもありつつも、とは言ってももったいねえよな、集めたのにせっかくっていう、そういうなんかあの葛藤がすごい、本当に葛藤すごい。先にこれ壁全部敷き詰めるか。はあ重、はあクソ重。どうしようかな、アルゲンちゃん手伝ってもらおうか。アルゲンちゃんだったら持てるかな、俺の荷物、俺のことを。もはや俺が荷物だから、まさか、ま、もはや俺がお荷物だから。あ、そういえばあれだね、145レベルのティラノサウルス、そろそろ傷癒えてっかね、あいつ。定期的に見に行かないと。え、待った、ちっちゃ、なんか思ったよりちっちゃいな。まあ、うーん、なんか思ったよりちっちゃいね。もうちょい広げてもいいかな。なんかこれを今このこれを作った枠をもう一個こっちに作ってもいいかなって思うわ。なんかてかアルゲンちゃん着地できないんだけど、ここできないんだ。あれ、これ何マスで行った、ここ横何マスでやった。あ、9マスか。もう9マスこっち側に作ってもいいかなって思ってきた、ちょっと。まあ今はいっか、とりあえずいいだろう。じゃあ設置していきますか。やべえ、このままだとアルゲンちゃん埋まる。割と早い段階でね、なんか結構いい恐竜たちラグナルク育ってきてるよね、本当に。マジで第一シーズンののんびり具合に比べりゃマジであれすんだり進んでんな。まあ、それだけ慣れたってこともあるか。よし、じゃあどうすかな。もうなんか特に話すこともないか、今回は。ああそうだそうだ、あれだ、もうすぐあれなんだよね、ティラノサウルスにも乗れるようになるし、あとはあれはどなんだっけ、あれなんだっけ、ケツアルコアトルス乗れないか、まだ乗れないか。ケツアルコアトルス、ようやくレジンが乗れるようになったぐらいだからな。あ、全然無理だわ。これが、これなんだっけ、このサドルなんだ、これなんだっけ、忘れちった。これティラノじゃん。いや、ケツアルコアトルスまだまだだな。でモササウルスのサドルが早い、行きたいんだよね。ってかスキューバってこんな時間かかったっけって思った俺。81って思った俺。こんな時間かかってたっけスキューバって。さあ海をさ本格的にしてこうぜっていうさ、なんかし、まあ、一応のシリーズのくせにさ、海が全然なんか整わねえんだけどね。オフタルモサウルスはなんか死んねえけど、なんか自殺しちゃったし、なんかなんであいつ死んじゃったのマジで。よし、オッケー。で、じゃあ次はあれだな。天井だな、天井。楽しい、ほんと。めちゃめちゃ楽しい。こうさ、この、何？あ、ここ、なんでここにしまってんの俺。ここちげえ、ここ装備品だよ。え、ちょっと待って、え？待って。俺、いつこんなんゲットした？え、俺、いつこんなのゲットしてた？は？いいクマのサドルあんじゃねえか。うお、いつ手に入れたんだ俺。多分支給品から手に入れたんだろうと思うけど、これ どこで手に入れたんだ俺こんなの。うわー、よかった、蜂蜜取りに行く前でよかったこれ。まあ多分次回蜂蜜取りに行くって言ったから次回行くんだけど、まあわかんないけどね。またあのちょっと日常でお茶濁すかもしんないんだけど、あのごめんね、あの蜂蜜取るのをやりたいんだけど、他にもいろいろやりたいこといっぱいあってさ、本当にマジで本当に申し訳ない。なんかもうね、やりたいこと多くてさ、もう楽しいよ本当、アークが本当に。もうラグナルクだけでもめちゃくちゃやりたいこといっぱいあるからね。うん、もうめちゃめちゃ楽しくてさ本当に。よし、クマちゃんごめんよ、いいサドル持ってきたからで、ごめんね、ちょっとサドル後でしまうから持ってて。ほんま可愛い、癒しで、やっぱダメか。
本当謎とは言ってもね、モッドだからね、あんまでかい文句は言えんよ。ちょっと一回こう言って、でこう置くか。これさ、ずらす、これあれかな、あ、やっぱす、あ、ん、下げられる、これもしかしてここ下げられるかな。いや下げらんないな。ここはうまいこと高さあったんだけどね、ここ、これぴったり、ここでうまいこと高さあってっから、こっちもまあ似たような感じにならんかなと思うんだけど、無理か。あんま気になんないけどねこれ。いやいや、若干気になるな。まあいいや、あとここ敷き詰めるべ。よーし、引き終わった。どんな感じになってっかな。いやー、いいね。で、ここあれか。ここをまあ、なんとか。なんとかね、ちょっとできんかな。この階段、崩すか。ここのなんか変な出っ張りみたいなの、なんとかならんかな。これあれだな、これクソだな、ちょっとなんとかしよう。土台埋めりゃなんとかなるかな。とりあえずまあ天井はいいだろう、もう。また土台かよ、また土台引っ張り出してきて、なんかあるかな、あとあれか、ちょっと壁か。さて、立ったけどよって感じだな。なんか立ったけどよって感じだな。あ、そっか、ここにもつくのか。ちょっとあれだな、ここ下が目立つから、こここうしといて、あ、行ったわ。オッケーオッケー。てかむしろこれでいいじゃん。まあそこまで気にはならんか、とりあえずは。とりあえずはそこまで気にはならんかな。うん、大丈夫だな、とりあえず。よし、じゃあ、とりあえずはこんなもんかな。土台は引いたし、あとは、またあれだね、がっつりと素材集めをしないと。ね、ちなみにここ何作る予定なのって話なんだけど、ちなみにまあ、あの土台何作る予定って話なんだけど、あそこには一応ね、畑作ろうかと思ってんだよね今のところ。ただ、水晶足りない、鉄のインゴットはまああるか。インゴットはまあまああるけど、若干水晶が足りないかなというところ。今音質どのぐらい作れるこれで。うん、そうだね。てかセメントねえじゃん。いや、セメントは今しまってあるからあるけど、まあインゴットはいい、鉄はいいとして水晶だな。水晶が全然足りてねえ感があるから、音質の壁は設置できないね。とりあえずあれか、まあいつまでもこいつでなんとかするわけにはいかんから、あれだな、畑置けるだけ置いちゃうか。一応もう置けるだけ置いちゃうかな。うん、そうだな、置けるだけ置くか。よし、じゃあまたあれだね、ちょっと畑作ったりだとかのやつがあるんで、ここもカットだな。さて、畑作ってきましたんで設置してきますか。まあとりあえずね、音質の壁が設置できないから、まあとりあえずはまあちょっとこういうやつで敷き襟を作って、まあ畑を置く場所の目印みたいにすっかなって感じかな。こんな感じで
まあでもあれじゃん、なんか畑っぽいでしょ畑っぽいでしょ、何が畑っぽいんだか。よし、じゃあ置いていくか。ん、ここでいいんだっけ。あれ登れないこれ。あれ、これさ、登れねえはしごってなんなの。あ、いけたわ。で、あ、そっか、こうしなきゃいかんのか。ちょっとずれた。あ、いや、ずれてなかった。ああ、ダメだ、これダメ、これやっちゃいかんやつ。 OK、 違う。しかしまあこれいい方法教えてもらったよね、本当に。待って、これずれてるわ。いい方法ではあるんだけど、俺が下手くそすぎる。あんまきっちきちにやってもしょうがねえか。たまに S プラスを入れたくなるたまにね、なんだっけ、ストラクチャープラスっていうんだっけ、あれ正式名称。モッドの S プラスをね、たまに入れてみたくなるな。あれだとなんか農園がかっちりスナップするらしいからさ。隙間が若干空いてしまってるけど、まあこんな、まあいっか、こんな感じか。うん、ちょうどあれなんだよね、この土台のね真ん中あたりに置きたいなと思ってたんだよね。やべ、ちょっとずれ、やべ、ちょっと今ずらしたかもしれない。まあいいや。まあいっかな。ほんじゃ、こっち側にも設置していきますかね。よし、オッケー、こんなもんだろう。さて、次はあれか、水道設置しなきゃいけないんだけど、まあどうしよっかな。な、まあいっか。じゃあまたちょっとあれだね、水道っていうか、あまりか、パイプいっぱい作ってくるんで、ちょっとカットで。よし、それじゃ、設置していきますか、パイプ。こうで、こうだな。これマジでいい、便利だよなこの方法、本当に。しっかり引けるからね。しかもこれ土台の線とかに沿って。あ、あ、ま、OK、まだ必要か。ここまで引きゃいいんだな。よし、あとはあれだもんね、普通に蛇口とパイプ設置してやりゃいいだけ。パイプっていうか蛇口っていうか、あれ、あ、いいのか。 OK、水来てるよねこれで。あ、でもちょっと待てよ、これあれか。これはどうしようかな。もう一本、あの、なんかなんだっけ、直線のパイプ引いた方がいいかな。直線のパイプ引いた方が もうちょいいい感じで出るかな。ちょっとあれか、長さ足りない気がする。ドエリちゃんまだ持ってたっけ。あ、もう持ってないか、さすがにね。いや、使ったな、おい。いや、使ったな、おい、ほんとに。あれ、直線ってこんなもんでよかったっけ。まあ、いっか。こんな感じかね。よし、じゃあ、いっか。
やしかしな、こんだけ建築してる割にはさ、まだレベルが上がんねえな、本当に。こんなに上がんなかったっけ。いや、ちょっとこれ長すぎないか。あ、これ長えわ、ちげえな。これは何かが違う。あ、やべえ、どうしよう、これパイプ。やべえ、これそっか、パイプ取れないのか、これ。これパイプ、うわー、どうしよう、これ仕方がない。ここぶっ壊すしかないか。いや、ここぶっ壊してもあれか、ここ残るよな、そういえば。どうしたのかな。じゃあいいや。この辺ぶち壊して、多分埋まってっから、ここに。ん、ちょっと待てよ。やべ、余計なことしたな俺、マジで余計なことしたわ。さて、どこに、どこだっけ。うん、ここだよな。あれ、ここからも見えないか。やばいな、やらかしたな、本当に本当にやらかしたわ。いいや、じゃあちょっと、まあまあまあ、あれなんだよね、あの土地そのものにさ、パイプ埋めちまうよりも、要はなんか直しやすいっていうのがあるよ、ね、あ、待って、ここにはあれか。土地そのものにね、あの やっちゃうとここ抜けないからさ。いやー、これあれか、抜かなきゃダメか、ここ。いやー、マジか、ここ抜かなきゃダメか。マジで余計なことしたな。ようやくアクセスできた。ようやくアクセスできた。いや、マジでやらかしたな、本当に。また作ってこなきゃ。よっしゃ。あ、まあいいや、とりあえずあれか。いや、この手直しはやっとく。いや、この手直しとかやっとくから、先にもうあれだよ、もう。もう入れとくべ、これ。蛇口を。蛇口設置しとくべ。蛇口足りてねえし、思い蛇口も思いっきり足りなかった。まあいいやいいや。まあ、あとはこことここに蛇口設置しておしまいだから、で、あとはあそこ手直ししてね、終わりだからいいや。今日はここまででいいや、とりあえずね、もう見せることもないだよ。よし、じゃあお疲れさんでした。